だしらー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 だし
ぜひ皆さんチャンネル登録もよろしくお願いします。さあ今日は何をやるかというと、こちら今すぐ使える博多弁10選。それであなたも博多人。はい、今日は博多弁講座というか、博多弁の詳しい意味とかは全然わからんちゃんっていう人やっても、これを使っとけばもうあなたも博多人よ。簡単に使える博多弁、日常生活でよーく使う博多弁とか、こういった10個の博多弁をピックアップして、今日はやっていきたいと思います。博多弁ってね、やっぱりね、奥深くてね、説明するのも難しいっちゃけどやっぱ聞きよって、あ、これの意味はこういうことでとか、ここではちゃんがついて、ここではけんがついて、ここではたいがついてとか考えると難しかったとかするんやけど、もう今回のやつはね、もはや英単語を覚えるように、言葉をそのまま覚えてしまえば、あなたも明日から、いいえ、今から、今すぐに博多弁を使える博多弁マスターみたいな感じになれるっていうコーナーですコーナーか分からんけどそんな感じでやっていきたいと思います。それでは行きましょう。今すぐ使える博多弁10選、始まるよ。まずは一つ目、何しようと、よーく聞く言葉だと思います。これは標準語で言う何をしてるのっていう意味です。過去の動画でもねアップをしとっちゃけど、何しようと、もうこれは福岡の人たちは絶対何しようとって使うぐらい本当に使う言葉。何をしているのっていう時に、何しようとって言ったら、もうあなたも博多人です。これはさ、もう使い方なんて簡単よ。人に何をしてるか聞きたい時に、ねえ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 、今何しようと、電話の時も、もしもーし、何しようと、最近何しようととか、まあそんな感じで聞ければ OK。 これは本当によく使うけん、今すぐに使いたくなる博多弁やと思います。みんなも一緒に、何しようと。そして二つ目が、とっとと、とっとってとばっかやと思うけど、これもね結構使うとよ。これは物を取っているの、標準語で言う取っているの、取っててねっていう意味。例えば使う場所としては、お菓子がありました、これ食べんでとっとうととか、これ食べるけんとっとってねとか、とを一個多く増やさないように、一個減らさないようにしてください。とっとうとはてなっていうのは、それとっているのという意味ね。ライブのチケットをとっててねっていうこととかを、ライブのチケットとっとってね、とっててねっていうことは、とっとってっていうこと、とっとうとっていうことは、撮っているのっていうことです。これも今すぐに家族のみんなに使ってみてください。中にはこういうのもあります。おっとっと撮っとってって言っとったのに、なんで撮っとってくれんかったとって言っとうと、よく聞く早口言葉。これはおっとっとっていうお菓子が、おっとっと撮っとってって言っとったのに、なんで撮っとってくれんかったとって言っとうとっていうこと。おっとっとを撮っててって言ったじゃん、なのにどうして撮っててくれなかったのって言ってるのっていうことを、おっとっと撮っとってって言っとったのに、なんで撮っとってくれんかったとって言っとうとっていう早口言葉もあるみたいです。そして3つ目は、バリウケる。まあこれは年代によっても結構使う人とか使わん人とかおると思うけど、めちゃくちゃ面白いっていうことを、バリウケる。もうこれはもう単語で覚えてしまう。まあめちゃくちゃっていうところをバリっていう感じにしたらいいんやけど、バリウケるそれみたいなこれがちょっと昭和っぽいやけど、バリウケる。
使います。もうこれは面白い時に使えばいいよ。その話バリ受けるとか、このテレビバリ受ける、昨日のテレビ見た、バリ受けたっちゃけどとかね。まあバリ受けるっていうことはよく使うけん、バリ受ける使ってみてね。そして行ってくるけん、これは行ってくるねっていう意味です。会社に行くときとか、学校に行くときとか、家からどっかに行くときに使える言葉。じゃあね、行ってくるけん、行ってくるねっていうことを行ってくるけんって博多弁で言います。学校行ってくるけん、仕事行ってくるけん、みんなも明日の朝から行ってくるけん使ってみてください。そして待っとって、これは待っててねっていう意味です。今から行くけん待っとってとか、今向かいようけん待っとって、そこで待っとって、ちょっと待っとってとか、こんな感じで待っててっていうことを待っとって、これもそのまんま単語で覚えていきましょう。待っとって。6つ目が、嘘やろ、嘘や、これは嘘でしょっていう意味です。今からえ嘘でしょっていうところを、嘘やっていう風に変えたら博多弁マスター、博多弁です。嘘やろっていうのと、嘘やんっていうのはもう同じような言葉なんやけど、どっちでも OK。 驚くとき YouTube のチャンネル登録してくれと、え、してないよ、え、嘘やろみたいな感じで使います。そして7個目が、また連絡するけん、これは標準語で言う、また連絡するねっていう意味です。これは LINE とかでもいいし、電話とかでもいいし、別れ際に言ってもいいと思うし、どこでもまあ使える、よく使う言葉。連絡せんのに、あ、また連絡するけんとか言ったりする人もおるやんそういう時でも OK。 今手が離せんけん、また連絡するけんとか、久しぶりに話せて嬉しかったったい、また連絡するけん。さっきの待っとってっていうのと混合しても使えます。また連絡するけん、待っとってとかね、ぜひぜひ使ってみてください。そして8つ目が、頑張るけん、これは標準語で言う、頑張るねっていう意味です。明日テストがあるじゃん、頑張るけんとか、明日から月曜日で仕事がまた1週間始まる、頑張るけん、ダイエットいつまでも痩せれんけど諦めんで頑張るけんとか、頑張るよ、頑張るけんねっていう感じで使います。そして9つ目が、バリ好きっちゃけど、これはよく博多弁で、水筒よっていう人気の言葉があるんやけど、最近は水筒よっていうことを、まあ年代によるんやけど、あんまり水筒よっていうことを言うことがね、最近ないよ実際。だけん今の人はね、今っていうかマリナもやけど、バリ好きっちゃけどって言います。だけんこれは結構使えると思うよ。食べ物に対しても、好きな人に対しても、なんでも使います。それバリ好きっちゃけどとか、バリ好きっちゃけどどうしたらいいと、まあそんな感じ、ぜひ使ってみてください。これはすごく好きなんだけどっていう意味です。そしてラスト10個目は、どこおると、これはどこにいるのっていう意味です。今どこおると、今探しよったけどどこおるととか、どこにいるのっていう言葉を、どこおるとっていう風に使えば OK。 さあこんな感じで、今日は今すぐ使える博多弁10選を紹介しました。これを聞いてそのまんま単語を覚えてしまって、明日から、いいえ、今すぐから使えるようになります。ぜひぜひこの博多弁の言葉を覚えて使ってみてね。ということで今日はここまで。これからも博多弁講座や福岡のことについて発信をしていくので、よろしくお願いします。あと博多弁講座
さもしようんやけど、博多弁について質問があったりとか、今言った言葉10選のうちにこれよく使うよー、私もよく使うよーっていう言葉があったり、私はこういう風に言うよっていう言葉だったり、博多弁やないけど何々弁はこのことをこういう風に言うとよとか、コメント欄に書いてください。コメントお待ちしてます。そして今日の動画が良かったよっていう人や、博多弁が大好きだっていう人は高評価ボタンもよろしくお願いします。ちなみに過去の動画は博多弁講座だったり、福岡の食べ物や観光スポット、それぞれ再生リストにジャンルごとに分けとうけん、よかったら再生リストを見てみてください。それではみんなまた会おう。バイバーイ。りなじょうでした。福岡大好き、博多大好き。